豚足の上の方に来て今ホウウトの葉っぱがどうなってるのか覗きに上がってきてみたんですが、最新用はこれまでの葉っぱに比べると短めでほとんど展開しましたので、おそらくこれが確認できる矮小陽心第1号ということになりますから、今月中には出来開花結実の可能性が非常に高いと思いますね。